一つの曲を大勢の歌手が歌うといういわゆる共作ブームに火をつけたのがこの曲でしょうが、女心を歌っているのに男女どちらが歌ってもそれなりにフィットするのもこの曲の魅力でしょう。83年ヒット曲の第3位は久米です。今夜は増田聖子さんでどうぞ。飲ませてください、もう少し、今夜は帰らない、帰りたくない。